なんなんだそのド派手な格好は。インシエーター、モデルバタフライ、そんなわけないよな。でもかっこいいぜその羽、ひらひらとでかくて的にしやすい。褒め言葉だけ受け取っておこうか、里見伝太郎くん。ただあまり侮ってもらっては困るな。油断している間に片手足が切り落とされてしまっても知らないぜ。本気の私は、そうだな、蝶よりカマキリに近いかもしれない。カマキリとはやり合ったことがあるよ。油断大敵だってことも知ってる。だから侮ったりなんかしねえよ。こっちも最初から本気で行かせてもらう。よかろう、かかってくるがいい。里見連太郎、お相手捕まった。本気で相手をしよう。ラウンドワン、ファイト。バランシング、今だ。これ以上はやめとけよ。次は負けないからな。ラウンド2、ファイト。エジ、嫌じゃないか。一瞬こっちで無駄かせん。言ってくれるよ。顔に何かついてるのか。ああいや、そういうわけじゃないんだけど、あんたの顔を見てると知り合いを思い出すのよね。その不幸そうな顔とかそっくりだから。ほっとけよ。あんたもしかして食べるのにも苦労するくらい貧乏だったりしない？よく女の子絡みのトラブルに巻き込まれたり、その度に入院するくらいの大怪我したり。なんて、そこまでそっくりなわけないわよね。てぇ、ちょっと、なんで泣いてんのよ。戦闘開始。これより敵を排除する。あんたの相手、ラウンド1、ファイト。くらけー、うっ、やばい、くそ、テイクオフ、ムレッカタイム。まだまだ、クリア、ゲンメイカー、ゴクタイム、ゲンメイカー、やった、テイクオフ、ゲンメイカー、負けねえよ。なんて能力、うわっ、なんて、行きますか、またね。これ以上はやめとけよ。まだ次があるぞ。諦めるな。
そんな遊び感覚でなるもんじゃねえよ。でもまあそうだな、呪われた子供たちをイニシエーターにしてラストレアと戦わせる俺たちみたいなのに、あんたみたいなやつと一緒の方があいつらのためでもあるかも。でしょ、だからエンジちゃんを私の妹に。でもエンジをお前にやったりしねえよ。イニシエーターだとかプロモーターだとかそんなの抜きにして、あいつは俺の家族なんだからな。エンジちゃんを妹にちょうだい。悪いが、あいつは俺の家族なんだよ。ラウンド何
な沈黙を確認撤収する。パロアのパートナーだな。剣とか槍とか分かりやすい武器にしてる民系の奴らの方が目立つけど、俺のは銃弾なんだ。たま、ちょっと小耳に挟んだんだが、アスナさん、料理が趣味なんだってな。なんとなく親近感が湧くよ、そういうところ。親近感？さとみくんも料理とかするの？なんだかすごく意外。うちには食べ盛りのちっこいのがいるからな。出来合いのもんじゃ栄養も偏るし。民系の仕事は体が資本でもある。しっかりしたもん食って体力をつけとかねえとだから。普段から自炊するよう気をつけてるんだ。そっか。まあ、一生懸命料理する理由なんて、誰でも同じようなものだよね。でも、料理ができる男の子ってモテるでしょ？エンジェちゃんがご機嫌斜めになって大変だったりしないの？幸か不幸か、そのあたりについちゃ全然心配することねえよ。あんたも料理好きなんだってな。料理勝負ってのも面白いかもね。ラウンド1ファイト。今回はね、得点フル2対1戦。今回避位置を見出すことはこれほど難しいことじゃない。厳しい戦いだったけど楽しかったよ。また夢で会おうぜ。